OK、 やっていきます。どうも皆さん、アザラシです。アザラシです。チャンネル登録者数が200人に行きました。200人突破記念ということで、またジェットセットラジオやっとるわけでございます。ございます。 やっていくのはとうとうここまで来たな、わしの悪夢を読み出ます。 DJ 東京中をメロメロのズキズキさせてやるぜ。レッツダンシングということで、ラストステージです。なんか、ラストみたいになっちゃってるけど、別に関係ないです。たまたまあったのがラストというだけだったんですけど、あれ、でもこれあれかな、もしかして。うまくあれかな。書いていきたい。グラフィティを自作したんで、書いていきたいんですけどね。200人、登録者数200人突破っていうのを書いていきたいんですけど、何に書けば、これどういうステージでしたっけ？あ、わかった！向こう奥、あの奥、わかる？あの奥、あそこまで行って書けってことだ。でへー、ここだー、知った。ノーミスいくぜ。あちちち。構うことはねえ。俺を止めることはできない。登録者200人書いてまーす。いけてる？うお、戻れねえ。ああ。なんて面白いステージなんだ。でもこのままじゃ一番でかいラージのグラフィティしか描けないから、いつまでたってもあれですね。それしか。体力回復。さあ行けるのか。行くしかない。イエー、ほら、これ一旦やめた方がいいんじゃないかな。あち、しかし、止まらない、止まれない。200人の EY を止めるわけにはいかないんだ。これ、うまいこと戻らんと。落ちちゃう。落ちちゃう前に、復帰。あっちにもありますね。消していく。いい、全然無理。あそこ、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 そっちもか?こっちもか、あっちか。いや違うな。皆さん酔わないでくださいね、これだいぶ酔う人は酔いそう。いくぜ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 、おらー、おらー、帰っていく。サイ、火を吹くサイが来るけど、お構いなしにやっていくしかないね。多少のダメージは、多少の炎上は致し方ない。燃えても、この手を止めることはできない。よっしゃ、戻るぜ。倒壊する前に。いやー、あー、全然チャンネル登録数200人ありがとうございますみたいなことを言いたいのに、プレイに集中してしまってて。あと一つあるはずなんですよ。あー、そうだ。あそこ行こう。えい、ゆっといー。戻りで回復するために、あれはあえて取らないぞ。よいしょ、てい。今30秒、まあ、コロナのね、コロナの最中ということで、多分家に、お家にいる人がいっぱいいるんでしょうね。それで多分、気づいて、30秒ドローイングとかの動画を見て、まあ、ちょっと、それでまあ知ってもらって、すごい再生されてるんですよ、今ね。だからまあ、それで知ってもらって、チャンネル登録してもらえるんだろうなぁと思うんですけども、ね、ありがたいことですね。本当はね、こういった実況プレイ動画とか、あとはまあ VTuber、まあこうやって右の方にね、VTuber 化してるんで、そっちの方でも名を上げていきたいと思うんですけど、まあ、まずはね、人の役員に、人が見てもらえるものを作れてるっていうだけでも、まあ十分なのかなっていう気もしますね、今はね。ゆくゆくはいろいろこう、いろいろやってみたいっていう思いはあるんだけど、まあまだ収益化もできてないですしね。ゆっくりゆっくりいきます。
ね、ここまでね、見たらね、すんごい偉い時間かかってるのね。まあ、200人行くまでね。これ何すればいいんですかね。何すればいいの、わかんない。多分ね、なんかここ使って中入るような気がするな。いや難しいわ。よしよしよし、やっていこう。これ多分いくんじゃない。うほー、よい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 よ、よいしょ。全然違う、これ難しい。ちょっと待って、一旦体勢を整える。これはあの鉄骨みたいなのに乗って真ん中に行くんですわ。タイミング合わせて一発で行きたい。うほー、もうちょい、よし、あのフォーも見えなかったけど、あれあの祝いっていう字書いてたんですけどね。まあいいや、エンディングだ。200人、去年だったんですよ。去年の5月十何日ぐらいにチャンネル登録者数100人いて、で1年経たずに200人いったんですよ。すごくないですか。もう自分としてはすごくすごい、すごくすごいって言ったな。もうエンディング感出してる。まあ、200人って大した数字じゃないのかもしれないですけどね。でもまあ大きいわ、大きいですね。まあ、これからもどんどん、まあ、いろんな動画、もうゲーム実況にこだわらず、いろんな動画を上げていきたいなとは思います。頑張っていきますよって言って、なんかね、いきますよと言いながら多分ぼちぼちしかやっていけないとは思いますけどね。アザラシチャンネル出てる、見えてる、アザラシチャンネルって書いてるんですよ。エンディングのところでこうやっていろいろいじれるから楽しい。ジェットセットラジオね、ドリームキャストの実況がやっぱり自分はこう見せていきたいので、それは中心にして据えていきたい。はい、というまあこんな感じで喋れることちゃんと喋った、喋りたいこと喋れてないかもしれないですね。まあチャンネル登録して見てくれる人は本当に神様みたいなもんだな。ありがたい限りですね。おエンディングの画面じゃん。全然ストーリー追ってないのにエンディングだけ。いつの間に最終面までやってたんだってなるけど、ドリームキャストが2000年ぐらい、今持ってるコントローラーとかにね、ミレニアムエディションって書いてあるから2000年ぐらい、そう考えると20年前のゲームをやっとるわけですね。20年前からあんまり、まあ、200人20、ちょっと関係2が揃ってる、大差ないのかもしれないですね。20年前からあんまり何も変わってないのかもしれない俺は。だからまあ少年のねハートを持ち続けていこうと思います。はい、いやー20年前のゲームとは思えない、やっぱクオリティの高さを感じますね。だからな、まあ動画もね、昔の動画もまあ新鮮な気持ちで見れるような、今の作った動画も20年後に見られるかもしれない、そういう気持ちでね、一つ一つを大事にとか言いながら、ほとんど編集もしない動画をダラダラ上げてるだけなんだけど、まあ後で見られるかもしれないっていう気持ちを大事にね、動画を撮ってあげていきたいですね。まあこうやってね、進歩もしてます。去年、まあこれチャンネルを開設しても2007年の12月ぐらいにチャンネルを作ってるんですよ。そう考えると13年ぐらいやってて、ここ最近で初めてのこの動きですよね。こうやって VTuber 化し、VTuber って言えるのかって思いますけど、まあ VTuber でしょうこれね、なんでね、新しいことももうゆっくりとだけど
どんどんやっていきたいし、うん、まあリアルの部分もやなくちゃいけないことはもう盛りだくさんですよ、コロナで自粛の流れの中にいるので、やっぱ外には咳をしてるわけじゃない、別にコロナにかかってるわけじゃないからね。多分ね、去年の年末ぐらいにすごい熱が出て咳がコンコンしてたんで、もしかしたらもう俺なんてな、もう去年の終わり頃にかかってるのかもしんないなって思ったりもするんですけど、ま、200まででしょうこの茶番はね。ジェットセットラジオ実況つってやっていってもいいですけど、やらないですね、うん、長くなるしね。もう世界観だけ楽しんでもらえればいいんじゃないでしょうか。こうやってね、動画も、結構綺麗に映せるようになってるんで、まあこれぐらい綺麗にできましたよというのを、まあ、見せるだけでも十分かな、うん、音もいいんですよね、ジェットセットラジオね。全然話がまとまってないですけど、うん、エンディングがいつ終わるのかなと思いながらダラダラと話しちゃってますね。うん、まあ200人にすごい速いスピードで、ここ最近で一気に人数が増えたんで、全然覚悟を決めてなくて、慌ててこの動画を撮ってるんです、実は。大慌てで、みたいな。これ上げてる時にはもう207人とか8人とかになってるんですよ。ペースが速すぎるの。見て、右下に200の字。LTD、コンマ、コンマコロン2000。2000のうち200って言ったか。2000って2000年のゲームなんですね。はーい。What's that? What's that? ははは。ストーリーに最終回はないのでね、この200が終わりじゃないです。次にまたどんどん動画を上げていこうと思うんで、まあ楽しみにしててください。楽しませれるように頑張っていきます。ほんなまた、ありがとう、見てくれて。